はい、どうも今回のご視聴ありがとうございます。ということで私実はですねドラガリアロストを始めましてですね実は、この辺はどのチャンネルにアップされてるかわかんないんですけど、まあドラガリ通称ドラガリですね、これやってまして、まあやるきっかけになったのが、まあ、テレビ CM なんですけど、でそれでハマってしまいまして、結構もうやってますね。で今ランクが33でして、今日なんでこの動画を撮ったかと言いますと、ガチャがですね、正月終わって、ドラガリアフェスっていうのが始まって、これでね、なんかかなりいいキャラが出るらしいの。気絶と睡眠が 100% 無効になるやつだったはず。で、確率アップで今出やすくなってるみたいなんで、今日はちょっとこれ回そうかなということで、ドラガリアフェス。書いてますね。はい、ということで、こいつ、シーリスですね。こいつが出たらやめます。一回で出ればいいんだけど、多分出ないと思うんだよなぁ。あ、チケット召喚がある。ちょっとこれで若干無視でやります。これで出たらすごいけど、まあありえないよね、まず。まずありえないけど。うん、とりあえず、無理ですね。こっから変わる可能性もあるのかな？微妙ですね、これは。ということで、召喚チケット、ラスト1、いきます。変わるかな？いいかな？ダメですね。可愛いけど、まあ、この紫持ってないんで、まあ、いいかな。続きまして、星5確率アップってこれ、どんくらいアップしてんのこれ。ピックアップが 0.50。なるほど。あと8回で星5、ピックアップ提供割合アップ。あと8回ってことはどういうことだこれ。10連を8回ってことかな。では、いきます。正月でために貯めたガチャ石。いきなり来い！微妙だ。これダメだな、多分。ダメだ。まだわかんないけどね、変わる可能性もあるし。金から虹に変わる可能性も確かありますよね、これ。私の力が必要か？バネッサ。覚醒の雫。覚醒の雫。変わんないかなぁ。ダークドラコ。いらないな。さあ、来い。ここは撤退しましょう。退却しましょう。エアリアルインプ。こいつ結構出ますね。日陰竜。ピアチ。まあいいんじゃない？はい、ということで、まあニューが3体ですね。はい。じゃ続きまして、20連目。いきます。お願いします。マジで出てお願い。お願い。お願いします。いきなり金の、ダメだ。ん？でも今なんか鳥が飛んだ。これは、関係ないのかな？来た！来た！来た！ちょっと待って。わからん。まだわからん。杖ってことは？杖は違うのかな？杖は違うの？これは？耳だから違うのかな？もうやばい。違うのかな？でも持ってないキャラ来い。持ってないキャラでいい。こいつ持ってない。持ってないこいつ。何？いいのかな？ルクレッツやって。やった！星5来た！あとはもう、どうでもいいよ、こいつは。私の出番ですね。2回で抜くか。
今やっぱ鳥が飛んだから変わったんだろうね。おしご来ましたね。こいつは絶世の歌姫。これなんだ。前方の敵に光属性のダメージを与え、パーティー全員のやる気を1段階アップする。お、いいんじゃないこれ。はぁ。お、スキルダメージ 8% アップ。お、いいんじゃないでしょうか。やった。じゃあ次、30連目、いきたいと思います。これで出なかったらやばいなぁ。シーリス、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 あぁ、あぁ、ダメだ。うわぁ、マジかよ。マジっすか。本だらけなんだけど。あ、最近。シャーリー。なるほど。こいつ持ってない。あ、持ってるか。研究成果の新魔術。溶けない氷。なんかあんまいらなさそう。あー、こいつ何回も出るんだよね。あ、こいつまた出た。最後何が来るか楽しみだな。ん？こいつは？持ってる。ガーン。終わりましたね。そう。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちなみに今のパーティーは、こんな感じです。ヒルデガルドをね、入れてます。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。まあ、ヤフック8分に及ぶ動画でしたけど、皆さんは出たでしょうか？私は出ませんでした。ということで、またお会いしましょう。